比較血管種は、表面に過剰な角化を伴う血管種の一種。ダーモスコープを用いると、患部の中の球状に拡張した血管が確認できる。患部が破裂した場合は、出血を伴うこともある。また、レーザー治療も導入されている。皮膚病理発展推進機構においては、5つの病形に分類している。外傷後の反応として発生。青。 黒色。小児や思春期の手足に発生。闘争の気揚歴がある人に起こることが多い、異母状の急進陰嚢比較血管腫、陰嚢比較血管腫は、陰嚢にできる2から30ミリメートルほどの暗積色の良性腫瘍。角質増殖と血管拡張を伴う。30歳以降の男性に発生し、老人性血管腫の一種という説がある。 外因比較欠陥種。女性も、経年とともに、外因部に発生することがある。原曲性比較欠陥種とも言う。出生時に、すでに発生することも多い、稀なタイプ。列上の急進、局面。ファブリー美慢性体幹比較欠陥種とも言う。経年が原因ではなく、 アルファー・ガラクトシダーゼへの欠乏による、リソソームの貯蔵障害に起因するものとされる。ありがとうございます。